はようございます。4時57分。今日は起きれた。昨日寝坊しちゃって、なんと神奈さんに起こされました。寝坊にもびっくりだけど、あのかんちゃんがね、自分で起きたっていうことにびっくり。確か中学校の最初も自分でちゃんと起きてたから。今日はね、義の入学式なんです。昨日クラス発表があって、物品販売でいろいろ買いに行って、夜な夜な名前付けをしました。その様子はこちらです。どうぞ。これね、これ一本ずつに名前を貼っていかなきゃいけないの。行かなきゃいけないの。おちゃぴと名前貼りをしてます。細かいね。もう算数セットを貼るのも最後だよ、銀で。あ、そっか。今まで4回貼ってきたの。大変。変なくしゃみはかんちゃんです。おはじきシール、ここに名前を書いておはじきに貼るやつですね。うわー、めんどくさそう。さ、なんかツイッターでいろんなママが言ってたんだけどさ、名前書く場所がないって。確かに。名前を書くスペースを作ってくれっていう。ここのみんなどこに名前書いてんだろうね。100円はね、なんとかスペースがあんのよ。無理じゃない？5円とか。5円穴開いてるし。赤もやります。おはじき何個ある？わかんない。これが例のね、20個ってことは40個名前書けばいいのかな、これ。おちゃぴがね、めちゃめちゃ手伝ってくれたからね、助かった。朝です。の残りです。かんちゃん、さっと起きましたね。白菜しかない、葉っぱが。生姜焼きお弁当でございます。高校生活には慣れそうですか？慣らし。乗り換えが一番めんどくさい。勉強はどうですか？今日の授業は生物と数学が2時間と歴史と地理と漢文と体育、毎日7時間。ポンさん、朝です。熱しようにしました。今日洗濯物がすごいことになってる。お見せできないぐらいすごいことになってやまして、チラッ。毎日ちょっとずつ回していかないと。今日は9時から入学式受付だから、現在7時。金はまだ起こさなくてもいいのかな。アチャピはお休みですね。おはようございます。おはようございます。何の日ですか？入学チェキ。そうだよ。楽しみ。
心配？ねえねえ、ビン、ずっとね、わからなかったらどうするのって言ってたもんね。準備準備準備。今日はチョコフレークを食べるそうです。結構暑いけど四季だからね、今日長袖にしようかな。着ていきます。ランドセル、ポケモンのカバーをつけました。防犯ブザー、モンスターボール、ガチャピと一緒にお名前付けしたやつのセットとかをね、もう持っていきます。探検バッグとかね、無理ハサミ、いるんです。結構重いからね、これ。よかった、でも晴れて。3日前ぐらいまでね、雨の予報だったの。明日は僕に学校だあ、銀の保育園から何人か行ってるんだよね。銀はね、途中入園したから保育園行事がほとんどなくて、送迎もパパがしてたからね。ママ、そのお母さんと子供さんの顔が全然わかんなくて、失礼な態度をしたらすみません、本当に邪魔し、あったけー。今洗濯機2回目回し中。おはようございます。今日は僕の入学式です。そうです、今日は銀くんの入学式なので、アチャピはお休みです。 iPad つけていってあげるから。アチャピも一緒に行きたい。行きたいけど在学生は行っちゃダメなんだって。はい、ママさんたち、あ、撮ってんの、バタバタしてるバタバタしてるところを撮りましょうはい、入学式です。イエーイ。パパはもう汗だくです。僕が汗だくだ、俺も汗だく、綿棒並んで並んで、お腹すいてたね。緊張してたけん、お腹すいたんだよ。パス取れる、早速明日の準備をして。おー、削れてますね。何をしてるんでしょうか、あなたたちは。ねる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 違うよ、あた一番おいしい人気のチーク菓子ねるねるねるだよあたぴは今日一日中パジャマですね。じゃあ入れます。せーの、あたぴ紫色、僕黄色、いつも通り黄色です。黄色なの？あ、ほんとだ。あれ、ナムレ、ナムレ、うん、青の方がいいもん。あっ、おい、やめろ。いくよ、せーの、スルスルスル、青だ。え、お銀、青いかな。ほら、ジビ見て、どんどん青っぽくなる。ほんとだ、なんか少なくない？この、あちゃぴできた。銀は、おー、銀トロトロだね。あ、星がいっぱいあるよ。ラジオ、水入れすぎた。わかる、銀くん味方。次の日の準備をしてねって言われたら、うん、じゃあここを見るの、次の日の準備。おー、鼻くそ鼻くそねえ、ちゃんと聞いて。1時間目何がありますか？1時間目学活でしょ。何学活って、トイレの仕方とかを教えてくれるんだって明日で。2時間目は何ですか？生活引き出しや棚の使い方を教えてくれるんだって先生が。3時間目も学活、まあ、まずはほら学校のことをね先生が教えてくれるから。先生、次は2時間目はママのこと先生でママ先生じゃない。グラちゃんができましたよ。器が熱いからね、結局ね別の器に移すというね。
ました。マカロニマシマシで作ってます。スープかなんか作ろうかなと思ったけど。パンにしました。はい。キャ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 。中にね、こうやってほら、バター入ってるんだけど。めっちゃ美味しいよ。やってごらん。このロールパン大好き。ママ、今日クリエイティブで公園作りたい。いいんじゃない？最初はクリエイティブで。ママもちょっと最初わからんし。ピンク、これ教科書です。え、生活と学科？あ、学科。学科？生活です。これを持って行ってください、明日。と、連絡帳は必ず持っていかなんから。筆箱もちゃんと取りました。あ、カルーギンのランドセル。ランズセル。なんか口が動かないよ今日。銀は明日育成なのでアチャピが迎えに来たら一緒に帰ってきてね。あ、なんか置いていきそう。大丈夫？ちょっとこの人。まあアチャピ秋ねねに置いていかれて置いていかれたけんさ。一回秋ねね忘れて帰ってきたもんね。アチャピ迎えに行く。じゃあオッケー、明日の準備。よし、じゃあお名前書きしよう。ママこれに連絡書入れとらんじゃん銀くん。大丈夫なんでしょうか明日から。1年生ほんと心配だよね。あっか、今日何の Vlog？ みんな入学式。え、今日だったの？そうよ、入学してきたよ。何、明日から登校？そうよ、信じられない。明日から育成で。あっか、もう何してんの？でもあちょっと6時間授業始まってる。火曜日。3年生は理科社会も始まるしね。理科社会、英語。英語？あ、そっかそっか、英語もあるんだ。そう、6年生からじゃないっけ。チャピは教科が増えるもんね、うん、理科社会、英語、どれが一番楽しみ？なんだろう、英語って言ってほしかったな。いや、英語も楽しみだけど一番難しそうなのが社会。社会？覚えるの嫌い？嫌い、大嫌い。秋音でも社会嫌いだよ。担任の社会の先生にね、社会嫌い、社会嫌いってずっと言ってんだ。他は？今嫌い順で言うと社会、理科、数学、国語、英語。国語の方がなんか点取れてきた。はい、今日はゲームの収録を1時間してきたらもう9時になってしまって、それからお風呂に入って、その間にカンちゃんが帰ってきて寝落ちてたね、カンちゃんはね。もうカンちゃんは勉強についていくのに必死でございます。言ってることは分かんないことはないんだけど、授業のスピードを返すときついてきて。へぇ、ね、疲れたカンちゃんにイカ親父串。そうね、ちょっとママにもポンチョ。取れない親父串。うん、お酒いただきます。てかまず入学式の日に教室に入ったら2年生の教科書が使えないに置いてある時点でやばい学校でしょ。でも明日はね、楽しみの声楽があるの。おお。うん、いい。スイカ食べる？食べる。初スイカ。もう熊本はスイカが出てます。へえ、ね、スイカ逃げてるよ。かぼちゃの味する。いい、早く寝らんと明日は6時10分に起こすからね。明日のお弁当のところです。もう寝るよ、あちゃぎん。おはようございます。今日は銀の初めての登校日なのですが、なぜか緊張して早く起きてきた人がいます。銀くん、おはよう。自分で起きたね、すごいじゃん。時間ぴったり。自分で起きれる。ねえ、起きれるんだね。すごいね。なんか銀の中時計でもあんのかな。体内時計、すごい。まず後ろもちゃんと綺麗に入れてごらん。入れた？ねえ。襟もなんか立ってるよ。え？シェフみたいになってるよ。一番ダサいやつ。大丈夫ね。それ毎日しなきゃいけないから。自分ではめた今。いや、チェピがはめた。え、自分でできるようにならんとする。どうすんの？トイレ行ったら吐けんじゃん。先生に、はめて。はめて。自分でやって。
いわお前。そんなことしていいんですか元君。今日は連れて行ってもらわなきゃいけないのアチャピンに。もう行くせよ、お迎え関係ない。やだ、元君一人で帰ってこない。やだ、一人で帰ってこいよ。願いだから、願いを。お願いする対応じゃない。お願い。いろんなところに気ができるよ。今ね、今日は3時間授業なのでお弁当ですね。はい、行きまーす。いらっしゃい。よろしくね、朝日お姉ちゃん。あ、チャペンも気をつけてよ。はい、チャペンもいっぱい。はい、階段で行くぞ。いただきまーす。5、6週間ぶりにみんな出払って、やっと久しぶりにシーンってしてる家の中が。iPad も何も鳴ってないし、銀の変な歌も聞こえない。久しぶりに編集がはかどりそうです。